ダン・デュリエは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ホワイト・プレインズ出身の俳優。第二次世界大戦後の最も著名な悪役俳優の一人で、ある。1907年1月23日に、アメリカ合衆国のニューヨーク州、ホワイト・プレインズにて、戦意のセールスマンとして働くリチャード・デュリエの息子として生まれた。早くから演劇の世界に興味を示し、故郷の通っていた高校では、 演劇部に所属していた。コーネル大学では英語を専攻し、フランチョットトーンの後任として、大学の有名な演劇協会の会長に就任した。より安定したキャリアを望んだ両親の要求に屈し、演劇を諦めて、大学卒業後は広告業界で6年間働いた。しかし、仕事のストレスから20代後半に、軽度の心臓発作を起こしてしまい、 ほぼ一年近く寝たきりの状態が続いた。医師からは広告業界の仕事を辞めて、ストレスの少ない仕事を新たに見つけるように、忠告された。飾り窓の女の一場面、スカーレットストリートの一場面。ジョーン・ベネットと共に、デュレは大好きな演劇に戻ることを決めた。1934年に、ニューヨークで撮影されたアルゼンチン映画、エルタンゴ・エン・ブロードウェイで、 映画俳優としての道を歩み始めた。翌1935年に、コーネル大学時代の同級生である、シドニー・キングスレーの助力を得て、デッドエンドで、早くとして、ブロードウェイデビューを果たした。レオ・ハバード役を演じた1939年初演の、ブロードウェイ作品、小ギたちは2年後の1941年に、映画化権を取得したサミュエル・ゴールドウィンによって映画化。 され、デュエリ含めて、オリジナルメンバーの多くがそのまま起用されたため、この時にハリウッドデビューを果たした。1940年代も終盤に差し掛かると、デュリエは、自分の演技スタイルを確立した。黒い天使や、ワンウェイストリートのように思いやりのある役も時には、演じたが、飾り窓の女、スカーレットストリート、裏切りの街角、トゥーレイト・フォー・ティアーズのようなフィルムのワールでは、 小馬鹿にした笑みを浮かべる不気味な悪役を演じ、西部劇にも数多く出演した。1946年には最も有望な、明日のスター第8位に選出された。演じる役柄の印象から、アメリカ国民には女性に対する暴力も厭わない、ならず者としての評価が定着し、彼を好む女性の多くが、そのセックスアピールの虜になった。デュリエは、私が女の子を怒らせると、 マイドファンレターの数が増えると述べている。デュリエは、ハリウッドスターに対する嫌がらせを繰り返した。ゲイリー・クーパーが主演する映画では、教授と美女で敵対する悪党の子分の役を、打撃用で素質を認めようとせずに嫌味を言う、スポーツ記者の役を、そして、無宿者では、猛打ちする、殺し屋の役をそれぞれ演じている。また、エドワード・ジー・ロビンソンが主演する映画でも、 飾り窓の女で繰り返し恐喝する役を、スカーレットストリートで絵画を盗む役を演じている。晩年に低予算の西部劇作品、アパッチ大襲撃とガンファイターのバンカの2作品で、息子で同じ俳優のピーター・デュリエとの親子共演を果たした。デュリエは1950年代に入ると、テレビ俳優の仕事を中心に活動するようになった。 1952年制作の26話構成のテレビシリーズチャイナ・スミスでは危険と興奮の場面に毎週遭遇するシンガポール在住の傭兵として主役のチャイナ・スミスを演じた。トワイライトゾーンの第3話、運という名の男ではアルコール依存症から落ちぶれてしまったガンマンとしてアルデントン役で出演した。ベートンプレイス物語にも1967年から 翌1968年まで怪しげな詐欺師としてエリジャックス役で59のエピソードに出演した。1960年にハリウッドウォークオブフェームに選出された。映画の宣伝担当者はデュリエの実際の性格は映画のものとは正反対だとよく口にしていた。妻のヘレンとの間には俳優のピーターとタレントエージェントのリチャードという二人の息子がいた。 私生活では、ボーイスカウト隊長や PTA 会員を務めるなど、コミュニティの活動に身を捧げることで、俳優として自分が演じた役柄が原因で生じた、マイナスイメージを修正しようと努力していた。二人の息子が幼い頃は、彼らに誤った考えを与えたくないという理由で、自分が出演した映画を見せなかった。1968年6月7日に、 自宅の浴室で倒れて急死。六61歳没。数ヶ月前に、がんの手術を受けていた。ニューヨークタイムズ紙はその不法記事で彼を、セックスアピールを持つヒールと表現した。カリフォルニア州ロサンゼルスに位置し、1年前に先立った、妻が眠るフォレストローン記念公園墓地に埋葬された。ありがとうございます。